今日はディアマンショコラを作っていきます。ナッツを入れて作っていくので、今回は、くるみを入れて食感をつけていきたいと思います。素焼きされたくるみをだいたい5ミリ程度のダイス状にカットしていきます。あまり砕きすぎてしまうと食感として残りませんので、少し大きめに刻んでおいてください。次に生地を作っていきます。まずバターをゴムベラで滑らかな状態にしていきます。今日は最初から最後までゴムベラ1本でやっていきます。そこにふるった粉糖、そしてお塩も一つまみ入れて、バターとしっかりとなじませていきます。はじめは少し混ぜにくいんですが、馴染んでくるとだんだんクリーミーな状態になってきます。次に卵黄1個ですね、これも加えて合わせていきます。特に生地に空気を含ませたりすることはないので、どんどん材料を入れていく感じですね。卵も卵黄だけなので、すぐ馴染んでいくと思います。次にアーモンドプードル、これはふるわずに一度に入れてしまって大丈夫です。これもこのベースと生地と合わせていくだけです。もうプードルが生地に混ざれば OK です。そして粉を加える前に刻んだくるみを先に入れてしまいます。あまりこう混ぜすぎたりせず、このくるみもこのベースの生地全体に混ざっていけばもうそれで OK です。最後に粉を加えていきます。今日はベースがココアなので、薄力粉とココアを振る前によく合わせておきます。もちろん事前に振るったものを一度に加えていただいても大丈夫です。私はあまりお菓子を作るときに道具を増やしたくないので、こうやって直接入れれるものは直接入れちゃう派です。そして初めはゴムベラで切るように合わせていきます。何回か生地を切って、そこからひっくり返すような感じで粉を合わせていきます。しばらくすると粉の色が変わって大きなそぼろ状になっていきます。そしたらゴムベラをボウルの底に押し付けるようにして、生地が滑らかになるまでしっかりと合わせていきます。粉にしっかり水分を回すことも大事ですね。生地がこの状態ではまだ柔らかいので、一度ラップに包んで少し平らな状態にしていきます。そしてこれを冷蔵庫で冷やします。こういうアイスボックス系のクッキーは、この一度生地を冷やすというのは必須工程ですね。1時間冷蔵庫で冷やすと、もうパリッと板状に冷え固まってます。これを台の上に乗せて、まずはちょっと細かく砕いていきます。手で割るだけでも大丈夫です。そしてこの塊がなくなるぐらい軽く練りまとめていきます。あまりここで長く触ってしまうと生地がどんどん柔らかくなってきてしまうので手早くですね。そして成形するときは、よくクッキーが空洞化するという方がいるんですが、台の上に少し打ち付けながら成形していくと中の空気が抜けていきます。
あまり速いスピードで転がすと遠心力で中が空洞化しやすいです。今日は25センチ程度の長さに成形していきます。そしてラップに包んで冷凍していくんですが、このラップあまり大きいラップじゃなくて大丈夫です。私いつも幅の狭いラップを長く出してくるんでます。この状態で冷凍庫で30分以上冷やしていきます。でカチカチをカットすると割れてしまうので、カットする前に少し冷蔵に戻してからカットするときれいにカットできます。ここからカットして調整していきます。まずラップして少し室温に置いておくとクッキーの周りが軽く結露してきます。そうするとグラニュー糖がくっつきやすいですね。ここでオーブン予熱スタートしておいてください。バットにグラニュー糖を振って、その上でクッキーを転がして周りに砂糖をつけていきます。今日は細めのグラニュー糖を使ってますが、粗めだとよりキラキラした感じになります。はい、全体につけば OK です。余った砂糖は次生地を作るときに入れちゃってますね、私は。そして 1.2 センチ厚にカットしていきます。できるだけナイフの手元の方が力が入りやすいので、そこでもうストンと思い切ってカットしていきます。そしてシルパン、今日は穴の開いたシルパンを使ってます。シルパンやオーブンペーパーなどに並べていきます。そして170度のオーブンで約20分焼いていきます。色ムラがつきやすいオーブンの方は15分程度で反転するといいと思います。はい、焼き上がりです。焼き上がったらすぐに天板を外して冷ましていきます。まだ生地柔らかくて割れやすいので注意してください。移動はしないようにします。完全に冷めたらディアマンショコラの完成です。バターサンドです。焼き込みのタルトになります。プロの道具をご紹介したいと思います。ここですね、この角を使って